中野まで打ってしまいヤクルトボコボコ。中野くん。中野ほう。バント拒否だほう。バント拒否だほう最高や。これにバントさせるやつ。バント拒否だほう。ほんまに強いな。送りバントぶち切れだほう。バントさせようとしてたやつ。せやから中野くんには打たせろいう話やな。火の出るような当たり。中野たまらん。バントなんていらんかったんや。バントなんかいらねえんだよ。中野くんの内角は芸術やから。 WBC 中野。こいつにバントさせようとした監督がいたらしい。中野はインコースめっぽう強いな。やっぱ中野くんのバッティングを最高やな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。